司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。今日は寄与分というものと特別受益っていうもののご説明をします。ただ詳しいご説明はもうやっぱり専門家に聞いてもらうべきだと思うし、ケースバイケースなんですね。で、まあ寄与分っていうのは、まあ特別に何かお世話をしたからもらえる権利ですね。例えばおじいちゃんのお世話を長男の嫁がずっとしてきた。で、まあ無償で。でもそれにつきっきりで頑張ってやってきたっていう場合には、特別お世話をしたからこの人にはまあちょっと特別にお金をあげましょうっていうのが寄与分になります。で、特別受益っていうのは、まあ例えば長男に生前にまあ医者になるからっていうことでお金を渡してあげるとか、まあそういう生前贈与してたお金が特別に受益したものっていうふうに見なされると、まあ特別受益っていう財産になって、まあその人が亡くなった時の相続財産に戻して計算しますよっていうふうになります。しかし寄与分も特別受益もなかなかまあ計算方法とか、あとはこうそれが当たるのか当たらないのかっていうのがケースバイケースで、まあ特別受益の方はまあちゃんと証明証拠があればですね、それも相続財産戻して計算しましょうっていうことにはなると思います。で、逆に寄与分の方はまあちょっとお世話をしてぐらいじゃちょっとなかなか認められなくて、まあ例えばですけどヘルパーさんがするぐらいお金をもらってもいいぐらいのことをしてて、それをお金をもらわずにしてる、そのようなケースの時に寄与分が認められます。で、万が一寄与分が認められたとしてもなかなか思ったようなまあ金額にならないっていうのがまあ裁判の判例なんですね。なのでなかなかこう思ったようにはもらえないっていうのが寄与分になります。まあ寄与分も特別受益も、まあ、詳しくは専門家に聞いてもらってまあ判断していただけたらと思います。以上、司法書士の重森でした。